毎度どうも、岩本でございます。山本さん、はい、まあ、今キャンプやってますけども、うん、してもやっぱりね、山本さんに聞きたいことがあるんですよ。関西の人気球団、阪神タイガースです。そこでオリックス来るかも思ったけどな。オリックスは、うん、まだ違った、ね、もうバカはバカを言い過ぎやという声もあるので、いやでも違った愛情表現だから、はい、うん、そうですよ、阪神ね、阪神のやはり浮上のきっかけである糸井選手が固定してやっぱり活躍されると強くなるんじゃないかと思うんですよ。絶対必要やね。だからもう阪神球団もファンの人も外野でガンガン守備範囲の広い肩をガンガン使ってる糸井をイメージしない方がいいと思う。しない方がいいんですか？しない方がいいと思う。それはそこそこでいいんですよ。でも4番打つぐらい、右の大山か左の糸井かっていうぐらいで勝負強いバッターになっていいんちゃうかな。今回給料もガーン下がったんでしょ。そうやってあとプラス反骨精神持ってほしいっていうところも狙ってるんじゃないの阪神は。洋さん積みすぎた境に問いに、え、そこは思ってはるんですか。いやもう今やから言うよ、給料下がったから。年間20本ホームラン打つか打たんか分からへん。で盗塁も30個なんかせえへん。打率も3割いくかいかんかやろ。いやー5億も6億も阪神さんは、え、人気球団は羨ましいわ。まあでももうね、そういう貯金貯蓄はしてると思うから、もう給料下がって、あとはもう本当に自分の野球の極めっていうのを見てほしいね。じゃあ糸井嘉男は何を極めるべきなのかというの、年齢のこと、体調の変化もあるでしょ。それで昔の自分を追いかけてたら難しい。昔は走攻守でしょ、打って走って、もうちょっと頭使えよってよう言われたでしょ。じゃなく目の前にあるそのランナーを返す、で代打の神様じゃないけど、ここ一番は糸井に任せるというような何かを作るべきだと思うわ。そこで野生的な感を働かそうぜ糸井よしよ。ライトで、ライトもええけど糸井ファースト守れんのかね。でもそこは外国人がおったりするからな。彼の脚力やったらまだ外野守れるやんか。ちょっとなんか、うん、噂ではちょっと守備範囲がだいぶ以前よりはちょっと小さくなったけど十分だと思う。だから以前と比べないようにしてほしい。ベテラン糸井、ハムの時の、いやいやもうベテラン糸井でいいです。ベテランの糸井さんでいい。そうです、そうです。福留孝介が数年間阪神でベテランとしていい味出してたでしょ。あんな感じ。大人になったと思うし、若い時はいろんなことあったけどね。本当なんですか、あの逸話みたいな話。そうやで、沖縄キャンプ行くのに飛行機時間かかりすぎちゃいばっかと、何時間もかかんのおかしいですよ、九州より遠いってどういうことですかって、えらい怒ってなんや言うたら、あ、沖縄言うたら鳥取の上でしょ言うて、何の話したんかな思ったら、あ、日本の地理あれ天気予報でしか見てへんもんやから、朝鮮半島と中国エリアの間の日本海のとこに沖縄諸島がある思て、大きな勘違いやんか、びっくりしたわ。本当なんですか、あのさ、ほんまやって。ピッチャーで入団したみんな知ってます、有名ですね、これは有名やんか。これも何回も言うてるけども、はい、いきなり来てやで、150何キロと当時の150キロ以上ってお化けやって、でそれをね、あのブルペンで受けたら、わーってコーチの方が来て、やばいかーいと、わーって、うおーって受けてはったんや。ほんまに早かったですか。うん、山中清さん、山中清コーチや、今ファイターズの2軍コーチされてるかな。うわー、すげーやー、おい、今時の野球選手よと。で座ってて、でもなんか糸井はピッチングもうまくいかなかったよね、コントロールもなかなか定まらなかったよね。ストレート行きます、ドンドンドン、カーブ行きます、よし来い、カーブ来いって言ったら、ロジンバック怖いで触ってるうちに自分が何言ったか忘れたよな。カーブ行きます、ピョンって150キロ投げたらしいわ。山中コーチも、よし来いって言ってたけど、そのピョンって風を感じた瞬間にグラブ投げ捨てて、俺もうやめるわー言うて、殺される前に俺やめるー言うて、グラブは投げてないか、逃げるようにブルペンから出ていったっていうね。まあ次の日糸井君はもうバット握ってたけどねそんなおもろいこといっぱいあったな。本当なんですね、それ。ほんまほんま、交流戦で広島か、広島に試合行った時か、あれは誰が言ってあったかな、稲田直人が言ってあったっけな、交流戦が6月やから、もう中国エリアはもう真夏みたいな暑いなと、北海道のチームで行った時にね、ほんで横から見たと笑った糸井が、稲田さん、いくら僕でも広島が日本だということは分かってますよと。そんな人なんですよ。中国エリアと中国、チャイナと一緒になっとったわけですわ。まあそんなね、若い時にいろんな武勇伝を残してくれている糸井嘉男がもうベテラン。初めてちゃうかな、こんなに給料下がったのもね。彼が目の色を変えて野球に取り組み、新しい糸井嘉男スタイルを見つけた時に、阪神もここ一番で糸井、球場が沸く、結果残す、やっぱり糸井ってなるやんか。まあ困るんですよ。そう、なってもらうな困るもん。阪神優勝してもらうのかな。そうそうそう。うん、優勝するためには何が必要ですか、ワッショイっていうのがもうわけわからないの。いいんですよ、それ。
まだじゃあ糸井さんにキャンプ中にいろいろお話を聞いていただけるということでいいですか。会いに行きたいな、会いに行きたいな。でも各球団で NPB も含めてですけども、やっぱ解説者の球場の出入りもすごく制限があって、私たちも PCR 検査終えて沖縄入り、そしてそこから外部の人との接触もすごい制限されて、定期的な PCR 検査などなどで限界態勢なんですよ。で、僕はもう北海道日本ハムファイターズにへばりついて取材で CS 放送携わってます。すぐそば車で 2,30 分のギノザの阪神の球場に行けないというこのもどかしさ、どうしたらいいかな。でもね、オンラインっていう、まあ、大阪のテレビ局でもまあそのあたりね、オンラインでやろうかというようなスケジュールが合えばですよ。これもまたこのチャンネルでね、オンラインで捕まえたらええんやけどな、捕まえきれたらええんやけどな。まあそれは難しいか。でも伊藤芳生の情報はガンガン入れときます。何を伝えてくれるんですか、ん、伊藤さんに。今シーズンの伊藤やんか。今シーズン何を目標に頑張る、どういう注文つけます、これね。バシッと一番ドキドキしてんね。だって質問して想定外のことしか返ってけへんから想定内だったら大体わかるんですよ。想定外がいっぱい飛んでくるんで、とっても難しいんですよ。あのね、僕プロ野球選手のインタビューで一番難しいのは伊藤芳生。本当ですか。たくさん喋ってくれる人ってすごくね、インタビューしてても次の質問もたくさん出てくるんですが、伊藤芳生は時々止まんねん、ブリーズすんねん、しかも半身焼けで、あれが怖い。ほんでその後何でしたっけそういう天然と言われる彼のその素材も魅力あるでしょ。だからもう彼の素材が存分に野球に生かされるように、何を遠慮することもなく若い時と同じように頑張ってくれていいんちゃう。難しいな。そんな難しいですね。そう、でもいい男なんだわ。あ、これエピソード一つ言うとね、彼がオリックスの時か、宮古島でキャンプやってて、僕ね移籍して、まあ彼ああ見えるけども、ちょっと人見知りっぽいとこもなんか一緒にやってる時に感じた。まあ、僕宮古島で行った時、彼がインタビュー終わった後にマイクとカメラがオフになった時にパッと手出してきて、岩本さん宮古までありがとうございます、ちょっと寂しかったんですけど岩本さんの顔見てすごく元気になりました、今シーズン頑張りますと。そういった時ね、元同僚で僕も現役退いてメディアの席で彼を追いかけてて、なんかね、兄貴心っていうか親心みたいに家族の気持ちで涙出そうなったもん。いいとこあんねん、口下手やけど、突拍子もないこと言うけど、ハートは温かいね、情熱あんねん。そんな糸井が今シーズン活躍してほしいやんか。今シーズンもって言えへんで、今シーズンはやで糸井くん。もうそう言われるんやで。で、どうせ給料下がったけど出来高でちゃんといろんな契約してると思うから、みんな一切合切持ってきなはれ。阪神タイガース背番号7番糸井芳生応援してるで。前どきに。